湯の峰王子社氏王子社鳥居湯の峰王子は、和歌山県田辺市元宮町湯峰にある神社。九十九王子の一つで、湯の峰温泉の温泉街にほど近い、東光寺の裏手の丘の上にある、国の史跡、熊野山景道の一部。湯の峰王子は九十九王子の一つに数えられる、ものの、例えば、藤原定家の山景記に記述がないなど、 中世熊野参り期の三景期にはほとんど記録されていない。この時期の三景道が熊野本宮から熊野川を新宮へと下っており、ルートから外れていること、また、熊野本宮大社参拝に先立っての湯彫り儀礼による決裁がこの時期には行われていないためである。ただ、湯の峰を中世熊野参りの三景者が訪れなかったわけではない。天人2年、藤原宗忠は 熊野散々巡拝後に船で本宮に帰着した檻に、湯の峰に立ち寄り、万病を除く名刀と称賛しているが、これは長旅の疲れを癒すためであり、信仰上の意義が損するわけではない。1134年には、トバインの御行きに同行した大剣門院も、休養のために湯の峰を訪ねることを起としたが、辞儀を得ずに中止している。資料書室は、鎌倉時代末、 小中三年の忍な事文書、熊の演技に、ゆ、峰同子とあるもので、ついで文明五年の王子期に、湯の峰王子の記載が見えるが、いずれも中世熊野参りの世紀とは大きく離れている。湯彫り儀礼による決裁の定着も、この時期以降と考えられており、儀礼の定着に伴って新たに設けられたものと考えられている。その一例として、足利義満の側室、 北の源田の一行による三景期に日中に本宮に到着してから夜に行われる砲兵の前に湯の峰を訪れている例があるほか熊野本宮大社霊大祭の湯頭神寺で今日でも行われている湯の峰温泉での湯彫りは江戸時代には記載が見られる。室町期頃から熊野参りが水生し変わって盛んになった。 西国十三所の一部に中ヘチが組み込まれるようになると、三景者たちは、熊野那智大社から雲取り越えを行い、温泉での休息後、しばしば熊野本宮へ立ち寄ることなく、赤城越経由で三越峠へ連絡し、木板鍋方面へ直接帰路を取るようになった。近世以降の記録には時として、名が見られ、貴族風時には、車両ご国。 修造は官営によるとの記述があるほか、元宮大社の管理下にある抹車であったとも記されている。元は、東光寺の境内、児童の右にあったが、1903年5月の火災で、東光寺の本堂ともに消失、現在地に再建された。いずれも、湯の峰温泉バス停で下車和歌山県田辺市、元宮町湯本11。ありがとうございます。